皆さんこんにちは。体操選手でおなじみの宮田笙子さん、チームメイトが暴露した悪行、嫌われて同室拒否されていたこと、飲酒喫煙発覚で代表追放処分の真相、後輩に慕われていなかった理由といった様々な謎について紹介します。まずは宮田笙子の経歴とプロフィールから紹介します。宮田笙子は日本の体操選手、順天堂大学スポーツ健康科学部在籍、2022年世界体操競技選手権の平均台で銅メダル、2022年アジア体操競技選手権の跳馬と床で銀メダルを獲得した。2004年9月21日生まれ、京都府出身。4歳の時に兄と一緒に新体操のクラスに通ったことがきっかけで体操を始めた。2018カナダ国際で国際大会初出場を果たし、個人総合で10位であった同年のアジアジュニア体操競技選手権大会では団体戦で中国に次ぐ2位入賞に貢献し、跳馬で新三愛のぞみに次いで銅メダルを獲得した。2019年第1回世界ジュニア体操競技選手権に渡部葉月、畠田千秋と共に出場し、団体戦で11位、個人総合で23位であった。中学校3年生在籍中の2019年秋、鯖江体操スクールの田辺満監督の指導力に惹かれて京都より福井に移る。2020年4月、福井県立鯖江高等学校入学。 FIG 種目別ワールドカップメルボルン大会でシニア大会初出場を果たし、跳馬で3位であった。なおこの年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、多くの大会が中止または延期となった。2022年アジア体操競技選手権で団体3位に貢献するとともに、個人総合で4位、跳馬と床で銀メダルを獲得した。体操 NHK 杯の女子個人総合で優勝、自身初となる世界選手権代表に選ばれた。同大会の跳馬では伸身ユルチェンコ2回ひねりを決め、14点台を記録した。2022年世界体操競技選手権では団体戦で7位となり、個人総合では8位、平均台では 13.533 点をマークしたことで銅メダルを獲得した。2023年3月、福井県立鯖江高等学校を卒業、同年4月に順天堂大学に進学。全日本選手権女子個人総合では右足かかとの疲労骨折の影響で予選は6位と苦戦したものの、決勝では巻き返して2位入賞を果たした。同年5月の NHK 杯でも怪我を抱えながら4種目とも安定した演技で大会連覇を果たし、2位の岸里奈、3位の深澤心、4位の渡部葉月とともに2大会連続の世界選手権代表に選出された。同年10月ベルギーアントワープで行われた世界選手権で団体予選では段違い平行棒や平均台でミスが出たものの、チームメイトのカバーもあり8位で通過、決勝進出を果たし自力でパリオリンピックの出場権を獲得した。しかし決勝では床での着地ミスが響き、4種目合計 157.496 と得点を伸ばすことができず8位に終わり、個人総合に進出できなかったが種目別の跳馬で6位入賞を果たした。2024年4月の全日本選手権の個人総合では予選から首位を維持し、決勝でも安定した演技で4種目合計 109.798 で自身初の個人総合優勝を果たした。5月の NHK 杯では大会直前に左太もも負傷のアクシデントに見舞われ、予選では床での着地ミスがありながらも決勝では怪我の影響を感じさせない安定した演技で全日本との合計 217.162 で2009年から2011年にかけて達成した鶴見高校以来の3連覇を果たし、2位の岸、3位の岡村誠、4位の中村遥香か、9位ながら跳馬で最高点を挙げた牛尾久子馬とともに自身初のオリンピック体操女子日本代表に内定した。2024年7月18日代表行動規範に違反したとしてチームを離脱することが報じられた翌19日、日本体操協会が記者会見で宮田の20歳未満での喫煙並びに飲酒を行ったことが確認されたこと、
これにより宮田がオリンピックへの出場を辞退したことを発表した。協会は宮田の出場辞退に関する書類を JOC へ提出。JOC がこれを受理したことで宮田の辞退が正式に決定した。月面宙返りで名を馳せた五輪体操金メダリストの塚原光男氏は、日本体操協会を離れた今も指導者として活躍している。長年の指導経験からメンタルの強さが求められる体操は、力のある選手ほど個性的で、ある意味やんちゃな選手も多い。その優秀な能力を活かせるかどうかは指導者次第と話す。五輪開幕直前に降って湧いた女子日本代表のエース宮田笙子の出場自体がまさにそれだった。19歳の喫煙飲酒は違法と知りながら手にした本人の自覚のなさは、責められるにしてもジュニア時代から個性派で知られていた周りの指導者たちは一体何をしてきたのかと塚原氏は指摘する。喫煙は都内で、飲酒は強化合宿で滞在していた東京ナショナルトレーニングセンター内だった。日本の1000級アスリートの聖地とも言える場所での飲酒は指導者の責任も大きい。今回の発覚は内部通報によるものだが、以前からあったという宮田と同室になりたくないとの声も耳にも入っていたろう。喫煙で五輪脳は重すぎるとネットでは同情論も噴出しているが、協会には日本代表としての活動の場では20歳以上でも原則喫煙禁止との行動規範がある。ルールは厳守しなくては歯止めが効かなくなることもわかる。出場停止といった処分ではなく出場自体で折り合いをつけたところに協会の苦悩がうかがえる。年齢的にも10代が最盛期の女子体操、4年後の五輪まで宮田が頑張れるか、それを考えると今回は会見を開き申し訳ありませんと本人に謝罪させて不問に、そんな情報規的措置もあったのではと頭から離れない。後味が悪すぎると今村中は話しています。体操の宮田笙子選手が五輪辞退、喫煙飲酒が確認されたため協会幹部と宮田選手が話し合って決めたという。日本では20歳未満の喫煙飲酒は法律で禁じられている。日本体操協会の行動規範では違法行為の禁止に加え、20歳以上でも代表活動中の喫煙と飲酒は原則として禁じられている。今回の宮田選手の五輪辞退は法律やルールを破ったのだから当然なのか、厳しすぎる結論なのか、 SNS でも論議が繰り広げられていた。同情の余地なし、なぜ事前に指導できなかったのかと厳しい声も。ではスポーツ新聞の担当記者はどう見ているのか、隠しの記者の目を見ていこう。スポーツ日本は体操宮田が五輪辞退、首相が公然とルール違反、同情の余地なし、なぜ事前に指導できなかったのか。今回の宮田の五輪代表辞退は当然であり、同情の余地は全くない。代表チームの首相でありながらなぜ公然とルールを破るような行動を取ったのか、なぜ事前に周囲が指導できなかったのか、その本質的な部分を解明することが何よりも大切だ。五輪辞退だけでうやむやにすることは絶対に許されない。スポニチ編集委員藤山健二氏はかなり厳しく書いていた。サンケイスポーツは記者のメパリ五輪代表辞退の宮田笙子、想像以上の重圧でもルール破って良い理由にはならない、本人に自覚はあったはずだが19歳という若さで背負った日本女子体操界のエースという重圧は想像以上に大きく、責任感が強い宮田にとっては耐えきれないものだったのだろう。ただそれはルールを破って良いという理由にはならない。高橋朝香記者は重圧について触れながらルールに言及。その重圧について具体的に書いていたのはデイリースポーツだ。宮田笙子はプレッシャーと戦い苦しそうにしていた五輪を辞退した19歳エースの素顔とは。体操担当田中亜美記者は19歳にして女子のエースの両肩にはかなりの重圧がのしかかっていたとし、宮田選手はたびたび苦しそうにしていたと指摘。世界切符がかかっていた2023年4月の全日本個人総合選手権では、右かかとの疲労骨折を抱えていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。